バルセロナの来季以降のユニフォームに楽天の字は入らないようだ。スペイン、アラなどが8日伝えている。今シーズンのバルセロナはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。楽天は2017-18シーズンからバルセロナのユニフォームスポンサーとなった。これまでは年間5,500万ユーロ、約71億円を支払っていたが、今期の契約延長、際には新型コロナウイルスの影響などを理に3,000万ユーロ、約39億円まで減額しているという。ルセロナは、来季以降、元の金額に戻して、楽天の取引を続けたい意向だったが、楽天側は子までの扱いに対して強い不満を持っており、スポンサーが軽視されているとすら考えていいという。そのため、契約延長には、消極的で、バルと楽天の契約更新は事実上消滅と記事は伝えた。楽天がバルセロナと契約を交わした時、無には、リオネル・メッシ、ネイマール、ルイ・スアレスといったスター選手がいた。しか、現在はより厳しい状況で、スポンサーとして同等の額を出すには、ふさわしくないと考え、いるのかもしれない。バルセロナは、楽天との意が難しいと判断しており、すでに新しいスンサー探しを始めている模様。来季のユニフ、ムには、どの企業の名前が入るだろうか。両。